神宮海宝神宮海宝は765年に日本で鋳造、発行された線下である。校長12線の一つ。直径 24mm から 25mm 前後の円形で中央には正方形の穴が開いている。線踏みは時計回りに解読で神宮海宝と表記されている。裏は無門である。両目3ムから4ム程度の精銅鋳造下で、 ある。万年通報に代わる通貨として発行され、万年通報と10日で併用された。779年に、それまで万年通報、神宮会宝の10分の1の価値とされていた、和道会陳も同一化を持つものとされた。万年通報が、藤原中丸によって推進された政策であった。ことから、神宮会宝の発行には中丸を倒して、政権を握った。 聖徳天皇、同教の意向が関与したとの説もある。なお、この神宮会宝は、最北で、北海道知床半島の茶子骨三崎城遺跡でも、出土している。旧世紀の地層から出土しており、校長十二線自体は、北海道内での出土事例は他にもあるが、オホーツク文化圏の遺跡からの出土は初であり、殺問文,文化経由と見られ、 遠隔地との交易できるステータスを示す、異神材として使われた可能性が示唆されている。ありがとうございます。